今回紹介するのはこちら。13 Minutes Missions より144分の1 B Examax 29 ガルドノバ。パッケージ正面はこんな感じで、側面にはポージングと別売りのレベルノバとの合体例などが載っています。それでは箱を開けて、内容は欄内式と説明書。いつも通り機体の設定も載っていて、今回はこのガルドノバとの合体機構を持つレベルノバ、前回紹介したキットですね。それについても書かれています。共通フレーム以外のパーツを並べてみるとこんな感じで、レベルノバ同様、こちらのガルドノバも一つ一つのパーツが大きいといった印象です。今回もプラの材質が硬すぎるとかはなく、ちょうどいい感じの切り応えですね。そこまでニッパーを過剰に痛めたりとかはしなそう。あと今回はレベルノバと共通のパーツがあって、ランナーにもしっかりレベルノバって書いてますね。よし、完成。それでは各部見ていきましょう。まず頭部は胸部装甲と一体になっていて、通常頭部が接続されるボールジョイントは上部に蓋をする形で収納されています。角度のついた大型の方にはバーニアが C タイプジョイントで接続されています。バックパックは腰に接続されていて、上部に C タイプジョイントが2つ、中央に 3mm ハードポイント、下部にボールジョイントの受けが2つとレベルノバと共通のものになっています。他の共通点に関しては後ほど。前腕は大型クローンになっていて、ガルドノバの象徴的なパーツですね。通常の肘可動に加えて、二重ヒンジと爪の付け根なども稼働するので、このようによく動きます。フォルタノバと並べると、スタイルがいかに特殊なのかがわかりますね。大型化している腕とは対照的に、膝から下はかなり短くなっています。武器はサブマシンガンで、上部のドラムマガジンの形状が特徴ですね。では稼働や簡単なカスタマイズを見ていきましょう。まずは大きな爪を使っての斬撃ポーズ。ただ腕を振り下ろしただけでもかなりかっこよく決まりますね。次は腕を後ろに伸ばしてダッシュっぽいポーズ。腕が長いので横に広げるとかなり迫力があります。大型クローンの装甲がシールドっぽい感じなので、攻撃をガードするようなポーズも似合います。まあ下半身はガラ空きですが、上半身はほぼ全て守れるほどの面積があります。付属のサブマシンガンを持たせるとこんな感じで、手首が回らないので扱いに癖があるかなといった印象です。あと、とにかく腕が長い。せっかく武器を持たせられるので、アルト用とポルタ用のオプションウェポン1を持たせてみました。ポーズも相まってトリガーハッピー感ありますね。人型から少し離れたつながりで、小型量産機とロイロイと並べるとこんな感じで、この並びは結構自然ですね。マルチブースターとオプションバックパック2を使って、機動力アップみたいなカスタマイズをしてみました。背面がモリモリになっても、腕のインパクトが強いので、まとまった感じに見えると思います。例によってオプションバックパック2の接続のために、ポルタノバのバックパックを移植しています。レベルノバと並べるとこんな感じで、一見すると全然別物に見えるんですけど、頭部と胸部を外すとこのようになっていて、肘から先と膝から先以外は、基本的に共通パーツなんですよね。そしてこの2体を組み合わせることで、このように合体します。合体はするんですけど、先ほどの並びを見ていただくとわかる通り、武器と胸部と背中から生えてる腕を除けば、基本的に2体の色を各所で入れ替えてるだけなんですよね。ちなみに色を入れ替えないとこんな感じになって、個人的にはこっちの方が好きです。正規の合体をするとこのようにパーツが余るのですが、これはこれで使い道がありそうですね。合体状態でダッシュポーズを取らせるとこんな感じで、
とにかくボリュームは増えているので迫力があります。ライフルを構えるとこんな感じで、後ろのアームでしっかりと本体を支えてくれてる感があります。これは合体をする意味をちゃんと感じさせてくれますね。ちなみに13ミーツシスターズとも互換性があるので、ルルチェの背中にバックパックと腕を移植しました。色やパネルの情報量もちょうどよくて、なかなか似合ってると思います。さてガルドノバのレビューいかがでしたでしょうか。目立ったマイナスポイントは全然なくて、これ一つで十分楽しめる両キットでした。カスタマイズと点においても、ガルドノバを買えばどんな機体でも背中から大型クロウを生やすことができるので、重宝する一品だと思います。これはかなりおすすめです。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。